はい、おはようございます。おはようございます。今日はスミイカですね。スミイカですね、うん、この新明丸さんで、うん、4魚種なんですけど、うん、マゴチ、うん、フグ、うん、タコ来ました、うん、最後、うん、スミイカ、やった、コンプリート、コンプリートやりました。あとは釣れるかだねそうですね、うん、おドンティ作りました。あ、これもそうなの。はい、今回は諦めない諦めない、今日にぴったり。そうだね、ネバーギブアップ。なるほど、翼で。あ、本当だ。これで頑張ります。そうですね、じゃあお願いします、はい、じゃあお願いします。お願いします。まずはこれシャコですか。そう、このカマガキ、カマガキのカマだけ取ってください。ここだけ、はい、腕はしっかり取っててくださいね。はい、カマだけを切るってことですね。そうです。じゃないと頭が潰れちゃうんで、で後ろに入るところだけ V 字に切ってもらって、こう斜めにならないようにセンターに、頭まで抜かなくてもいいんですけど、ちょっと出してあげて、はい、ここを全体的に回るような気持ちで。ああ。すごい。あともう一つ、今日はちょっとシャコが少ないんで、はい、ええ、サイマキの付け方も強敵ですね。サイマキエビ使ったね。したやつですね。うん。マオチって。そうだね。この後ろぐらいから。これも頭のとこまで櫛が入っているように確認してください。そうしたら、これは兜がめくれやすいんで、はいはい、あ、シャコと同じぐらいな感じですね。です。で、つけてもらって、身が回っちゃう場合があるんで、まあ、あまり強く締めちゃうと、握れちゃうんで、削れない程度にか。長く持ってやすいところでゼロにしてもらって、それについたところで、はい、で、しゃぶります。はい、ただ、まあ、水深が浅いんで、力強くしゃぶらないで、竿をこう持ち上げる程度。持ち上げる程度。で、しゃぶれば大体1メートルぐらいで、あとはその日のイカの風によって、3でしゃぶっていう時もあるし、ここでしゃぶっていう時もあるから、はい、いろいろありつつ、自分だけパカパカハマってる時があります。水面から完全に切れますよね。そこで一回止めたくて、炭を吐くもんならそこで吐くし、吐いてないようだったらまだ水入ってるんで、重りを掴んだりして、イカの白い方、お腹側の方が水管ついてるんで、それを絶対自分が取らなきゃいけないと、自分に締めかけないじゃん、はい、取ったらすぐ背中側、甲羅が入ってる方を自分の方に向けて、やってはいけないのは人の方に向けるそれカメラってことですね。そうです。特に肩上からそれやると後ろにそんなに飛ぶんですか。自分なりのテンションを保ってしゃくると、まず止めてたら乗らないですから。あ、ただ動かしていても乗らないです。あ、動いてるうちはこう床、あの周りで見てる、で止まった瞬間に、あ、なんか噂では1500回しゃくるっていうのを聞いたんですけど、ここまではここまでに自分のしゃくりを見つけてください。そうですか。こっちってカメラ今言わない予感したんだよな。後ろは飛んじゃうんで、あのカノさんにずっとここに釣りましたぐらい待ってからしゃくってんの。タイマンネギ油もちロール結構台湾の屋台の味。本当、めっちゃ美味しい。お好み焼きみたいな感じ違う。いや、食レポいただきます。あ、もちなんだ。これ屋台の味なの。美味しい美味しい。台湾感じました。全然
ちょっと常連さんあたりが一匹釣ってくれたら、いや本当そうです。お話聞きたいんだよな。その動きを真似ね、真似したいね。でも、もうちょっと最初の一手のしゃくりをちょっともうちょっときつくやった方がいいですね。はい。あとは上から落としてきたけど反応しなかったら、細かいしゃくりは、ね、反応するような、3秒ぐらいでしょ、50センチぐらいちょっと落ちてあげて、すぐ下げた。はい。さっきからは3秒。おお。短く。来た。やった。いやー、ストローク短くしたら来たね。しかも今かかったから。分かった。あ、いないじゃん。消えた。外れた。今姿見れた？水面まで来た？重かったな。重たかったの？めっちゃ重たかった。よっしゃ。いるかな。スルメの火じゃないね。真っ黒だった。スミイカって呼ばれるぐらい。そうだよね。名前これはだって美味しいって言ってたよ、イカスミが。メモ取ってる。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、メモってるよ。そうだね。ちなみに今何点メモったんですか？とりあえずヒットした時間と当たった感触を。あ、感触はどう？はい、どう？しゃくった瞬間にグンと来て、で、まあ、抵抗する感じはなくそのままスルスル上がってきて、それをメモしたの。はい。おー、原稿になるんだ。分かったです。スーちゃんが釣ればね、またね。スーちゃんが釣っていただければ。そう。よっしゃ。さっきまでいや今日釣れる気しないわ俺。もう今釣れる気しかしない。いや、一匹見れるとね、気持ちが変わるわ。これあんな物体が上がると思わないじゃん。だって見たことないもん。